こそこそ噂話というものをね、みんなに頼んでるんじゃけど、噂話あるかな？あーね、これいや僕本当にあれですよ、これ考えてから行こうと思ったんですけど、少しなんか人が来なそうで、やば、まあ繋いでやろうと思って入ったんで考えてこなかったんですけど、ね、じゃあ2択こそこそあるんじゃけど、うん、お、そんなんあるんですか？じゃあお願いします、2択。じゃあこれ、これか、うん、これか、うん、これはわらわのフェチじゃけど、どっちかこそこそ噂話で教えて。あ、じゃあ今ちょっと違うの考えていいですか、その2択。なんで2つともダメなの？なんで2つともダメ？一層良くない？いや、なんかこういう風に聞かれるとなんか嫌じゃないですか。いや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 、じゃあもう下決定、下決定。そうだな、ほくろの場所、ちょっと待って人体を確認するから、ちょっと待って、今立ち絵見てくるからちょっと待って。おい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 、見えないところにしろ、見えないところで。そうなんですよ、だからこれは知らリードむしろ。あ、ね、でもらしいですよ、じゃから事実かわからんからね、噂話だから。あ、なるほど、あ、じゃあそうですね、あの顔に70個あります ね、 ねえ、そういうのダメ、そういうのダメ、ダメダメ、わらわが嬉しくないからダメ。めっちゃ狙われてる、レーザーストップの後みたいになってます。ちゃんと確認してる、嘘の話して。黒で車切りかけると穴だらけになりますから。ちょっとそういうモデル準備してもろて。怖いな、それ。じゃあしっかりね、しっかり頼むよ。はい。はい、わかりました。え、今？うん。あ、逃れられてないの？うん、じゃあ。じゃあお腹とかそういうのでいいですか？うん、はい、ありがとう。マイナスの方がでかかったな、このコツ。またな。はい、お疲れ様でした。お腹にあるらしいです。お腹のどこら辺にあるのかな、へその横とかかな、へその横とかがいいな。じゃあへその横ってことにする。うん。